三つ巻き縫いの方法をご紹介します。三つ巻き縫いの時には三つ巻き縫い押さえに交換します。電源を切り、プーリーで針を一番上に上げて押さえを上げます。押さえホルダーのネジをドライバーで緩めて押さえを取り外します。三つ巻き縫い押さえを取り付け、ドライバーでしっかりと締め付けます。布端の角を斜めに少し切り、布端から 0.5 センチに針を刺し、2、3針縫います。プーリーを手前に回して針を上げ、布地を手前に引き、上糸と下糸を引き出します。引き出した糸をまとめて左手で持ち、押さえの三つ巻き口に布端を引き糸部分から差し込み、針落ちの向こうまで入れ込み、ニーリフターで押さえを下げます。縫い始めの 3,4 針は引き糸を奥側へ引っ張り気味にして縫い始め、巻き込み量が一定となるように手を添えて縫っていきます。